バックサイド360、ブラインド3、サブロック、まあ、いろいろ呼び方ありますが、一回転もあるということです。まあつま先側でテイクオフをして、前肩をそのリップの形状に合わせて進行方向に回していく。その時に一瞬上半身も一緒に回していく。目線はリップを見るように飛び出しながら約90度回ったら、もうその後もうランディングが見えてくる。そこに向かって立ち向かう。これがブラインド3です。でこれをグラブをつけてやると、まあ、さらにかっこよく、また簡単にできます。注意するところはテイクオフ、頭が落ちやすくなるので、しっかりと板の上に置いておくこと。さっき言った目線をリップを追いながら回すんじゃなくて、回していくんですけれども、その時に重心が板の上から外れると板がポンと飛び出してまくられてしまうので、しっかりと自分の板の上で飛び上がる、降りをすることが大事です。